はい皆さんこんにちはレック専任講師森田隆一ですそれではただいまより不動産鑑定試験論文再受験者のための最新情報と学習法を開始いたしますよろしくお願い致しますはい、えー、私の方からはですね経済学のですね学習法ということなんですけどもその前にですね えー、不動産鑑定試験の最新情報ということで、えー、皆さんの中にもです、ね、論文科目合格制度に関してです、ねえー、どうなっているのかなというふうにお思いの方がこの中にもいらっしゃるかなというふうに思いますけれどもあの先日のです、ねえー、不動産鑑定試験の合格発表のときにあの国交省からです、ね、特にこれといった発表がありませんでしたので恐らくです、ね、来年は論文科目合格制度はないのかなというふうに思っていただければと思いますね。 まあ通常です、ね、来年の,その試験のです、ね、制度が変更する場合は前年にです、ね、基本的には発表いたしますのでまだ発表がないということなので、まあ、ひょっとしたら、ね、年末辺りとかあるのかも分かりませんが恐らくないかなということで、ね、勉強のほうを進めていただければと思っております。 では、ですね私の方から経済学ということで試験とですね合格発表を踏まえてねどういうふうにこれから勉強していけばいいのかということをお話しさせていただきますがあの、まあ、我が不動産鑑定試験の経済学なんですけどもミクロ経済学とマクロ経済学ね2つ問われるわけなんですけども一部でですね非常にレベルの高い問題も入っておりますけども総じ、まあ、てですね基本的な問題が多いのかなと。基本的なことがあ 多く聞かれてるかなというふうに思いますのでまずやっぱり皆さんとしては基本的なところをね、えー、やっていただければと思いますねただし、まあ、ちょっとね、えー、皆さんのところにもお配りしてるかなというふうに思いますが例えば17ページですね これはね不動産管理試験の試験員の経済学の試験員のですね村瀬先生という方が作られている問題かと予想されますけども非常にこの方、この方はですね17ページの問題ですけども、まあ、この方はですね2年目ということで、まあ、皆さんがお受けになる年は3年目ということなんですけども非常にですねこの長文を、ね、出すと長文を読んで答えさせるとしかもあのモデル付きということですねモデルっていうのはこの数式が出てきているですね そういったものなんですけどモデルがついてそれを読ませてですねそれを踏まえて解かせるということなんですねですからまあ見た目非常に難しいかなというふうに思うんですけどもしかしながらまあ証文がですね括弧、まあ、1から括弧4までね18ページ19ページにありますけども、まあ、1台を除いて。 まあその1台というのが括弧3番なんですけれどもこの括弧3番を除いてですね18ページの一番下にある括弧3番を除いて、まあ、それほどですね難しくないのかなというふうに思いますので括弧、えー、3番はやたら難しいです。 かっこ3番は経済学の基本書と言われるテキストがあるんですけれども、もう何十冊とテキストがありますけれども、まあ、それを見てもです、ね、このかっこ3番のようなあのタイプの、ねえー、記述というのは、なかなか発見できないぐらい、そ非常にマニアックというか、あレベルの高いものなんで、えー、ですから、そういった問題も入っていると、しかしながら、多くは基本的な知識で解けるかなということなので、えー、基本的な事柄が多く問われているというふうに思っていただければと思いますね。 あるいは、まあ、ミクロ経済学ですね13ページになりますけれどもえ13ページにはミクロ経済学あり,ありますがこれはあのー、外部性というね市場の失敗というねエリアがありまして外部性という内容なんですけれどもえ計算問題とね、まあ、多少グラフを書かせたり記述があったりという問題なんですがあ、あのー、こちらの問題なんかはですね私があの公開模擬試験というレックの,あの直前の講座があるんですけれども公開模擬試験でですね出題させていただいた方がもう圧倒的に難しい ですから、あこのおですね今年のミクロ経済学であれば、まあ、結構ね、表、え、紙、ー、抜けした方もいらっしゃったのかなというふうに思いますけれども、まあ、ですからね、基本的なことが結構問われているということをまず、えー、確認していただければと思いますね。でその上でということなんですけれども、じゃあ、どういうふうに勉強していこうかということで、まあ、2点ですね、私の方からお話しさせていただきますけどまずインプットと、インプットとそれからアウトプットに分けてね、お話しさせていただきますね。でインプットなんですけど 今申し上げましたように基本的な事柄が問われるということなのであのレックにはです、ねまあ、レックで勉強されるならということなんですけれども甲賀家という、ね、教材がありますので、まあ、そちらを中心に勉強していただくことになるのかなともちろん基礎を踏まえたうえでということですね、まあ、だから、まあ、レックだったら合格基礎講座という基礎の講座がありますけれども、まあ、そういった基礎を一とおり踏まえたうえで、まあ、あとは甲賀家という教材、ね、ありますのでそちらを まあひたすらやっていただくということになるのかなと思っておりますね。で、こう書けばね、便利なところはね、あのランク重要度のランクがついてるんですよね。WA だとか A だとかランクがついておりますんで、まあ例えばですね、えー、っとさっきのあのマクロなんですけども、19ページですね。例えばさっきのマクロ経済学でこのカッコ4番っていうのはですね、19ページのカッコ4番なんですけども、これあの短期と長期のですね消費関数なんですよ。短期と 長期の消費関数のお話で、まあ例えばですね、勾配で言いますと、まあちょっとねこちらには勾配を置いてありませんので、私あの勾配、えー、をですね、えー、ちょっと持ってきましたんでね、えー、それであの簡単に移しますけども、えー、っとですね、勾配のまあ。あ えー、149ページ73番にですね、この WA ということで、ケインズ型消費関数とクズネズ型消費関数っていうのがこれあるんですけども、えー、こちらもうそのまま書けば、まあ、満点ですよ。さっきのカッコ4番はね。 ですからまあ高格でしかも WA の論点ですねまあまあまあ残念ながら私、これ直前期にはねここ扱ってなかったんですけどまあ WA なんでまあ多くのねえ合格者の方が勉強されてたかなというふうふに思うんですけどもえー WA の論点、こういう重要度がついてますのでぜひともねえーこうあのえー WA の論点なんかはあ早い段階で潰すとで A は最低限潰すと。 で、余力があれば B もやるというね、えー、そういうまあスタンスでね、勉強していただければと思いますね。で、あるいはね、あるいは、えっと、えー、昨年になりますけどね、 J カーブ効果っていうのが問われたんですよでこれもね、私の直前期ではちょっと、基礎の講座でやってます、さっきの,あの長期と短期の消費関数だとか、あるいは J カーブ効果は、私の合格基礎講座では必ず毎年やってるんですけども、直前期にはちょっとやらなかったんですね、で昨年、J カーブ効果っていうのが問われまして、えー、これ、効果でいうと119番、えー、232ページなんですけど、これは、A、重要度でいうと A ランクですね。 まあ、ですから、まあ、結構、高掛家からも、ね、問われるということですので、まあ、ぜひともですね、まあ、しかも A ランク、ダブル A そういうねそのよく出そうなところは A とかダブル A とか振っておりますので、まあ、重要度が分かりやすくなっておりますのでねぜひ有効活用していただければなというふうふに思いますね。 ですからまあ中心としては、降格系をやっていただくと、でさらにということで、直前期の講座にですね、まあ、公開模擬試験だとか的中登壇というのがありますけれども、まあ、毎年結構当たってますんでね。 さっきも申し上げましたように外部性ですね外部効果、えー、私の公開模擬試験で今年出しておりましたのでそれも出ておりますしねですので結構、まあ、あ直前期にやったところというのは出ますのでぜひ直前期のですね教材なんかを手に入れていただいてです、ねえー、勉強していただくということがいいかなというふうに思いますねですから効果家とか直前期の公開模擬試験的中等連まあそんなところをしっかりと勉強していただくということかなというふうに思いますねでやっっぱり経済学学というののはちょっと癖のある学問で言葉だけ じゃないとグラフとそして数式っていうほ、ね、かの学問にはない、まあ、そういったツールも使いますので、まあ、ですからグラフと数式ねこれをまあ,あしっかりとねそちらのほうもしっかりと押さえていただくしっかりとものにしていただくということが必要かなとうう思いますので、まあ、ぜひともです、ねまあ、例えばグラフなんかはです、ね、いらない紙にです、ね、もう何度も何度も、えー、同じグラフを書いていただくと。 あるいは数式なんかも何度も何度もいらない紙にですね書いていただくとそうすることによってまあ身についてきますのでぜひ何度も何度も同じことかもしれませんけどやっていただいて自分のものにしていただくと血肉化していただければなというふうふに思っておりますけどねまあインプット今のはインプットの話ですねそれから最後にアウトプットのお話なんですけどもやっぱりあの担当式試験と違いましてね あの不動産鑑定試験は担当式試験というのもありますけど論文式試験はやっぱり担当式試験と違いまして自分で白紙の状態から書かなければいけないということで結構過酷な試験になるわけですよねですから、まあ、単なるこう,うろ覚えじゃダメで、えー、白紙の状態からその、ね、文字を書くという結構過酷な試験ですから、まあ、しっかりとある程度覚えていかなければいけないということになりますんでやっぱりアウトプット 練習ですね、これをしなければいけないということで、まあ、ですからまあ予備校なんかでは、ですね答案練習会というのがありますので、まあ、そこでね、えー、実践さながらの状況を作っていただいて、やっていただくとういうことがまあ有効かなというふうに思いますね。ですから、やっぱり練習ですね、本番さながらの状況でね、やっぱりだから、そういった意味では、まあ、例えば図書館だとかね、えー、そういったところでやるのがいいのかなと、まあ、通信の方はですね、まあ、ライブに来られる方は、ライブで、えー、本番に近い状況でやられるということでいいと思いますけどね。 やっぱり家でやってるとですね例えば昼間、日曜日やってるとですね宅配便のお兄さんがピンポンとかって来ちゃうかもしれませんからそうしたら時間を計ってやっててもやっぱり無視することはできませんのでねですから中断ということになってしまいますからやっ,うう、ね、やっぱりそううい中断とかねそういうのがあってしまいますと、まあ、本番の状況とはちょっと異なってしまいますのでなるべく本番に近い状況を作っていただいて勉強していただくということが必要かなという,ふうに思いますね。ねねその際にです、ね、やっぱり、えー、中身 これも大切になるんですけれどもやっぱり見た目っていうのもとても大切かなというふうに思うんですね、まあ、それこそ私、さっきもね、答案を採点してたんですけど、まあ、この時期はまだ少ないんですけどね、採点させていただいておりましたがやっぱり読みにくい答案というのがあるんですよね、まあ、さっきちょっと指摘させていただいた例でいうと P が D に見えたりするんですよね P が D に見えたりするんでそれをちょっと指摘させていただいたんですけどやっぱりね、見づらい読みにくいっていうのはね、圧倒的に不利です。 はっっきり言ってなんで,で不利なのかというとまず、試験員が読みにくい答案を読むともちろんストレスがたまるということでえ厳しく採点が厳しくされる可能性がまずあるということが1点とでさらにです、ね、もう1点言うと読みにくい答案読みにくい字というのは何度も読み返すすんですよ私、読みにくい字の答案であればやっぱり2倍とか1.5倍答案を採点するのに時間かかってしまうんですよね。で何度も読み返す 何度も読み返すとボロが出ちゃいますよね。綺麗な字だったら、読みやすい字だったら、さあっと読むんで、ボロが出にくいんですよ。 読みにくい字だったら何度も読み返すんであこれ違うじゃんあこれちょっとあれだな表現ちょっとまずいなとかやっぱ何度も読み返させるとですね、えー、まずい表現だとか内容のまずさとか非常に目立ってしまいますんで多くの原点を食らう可能性が出てくるんですねですから見た目をですね非常に気をつけていただければなと思いますねもちろん中身がないとそれは論外になるわけなんですけど見た目でね経済学だけでも23点いっちゃう場合もありますよね。 でそれが教養3科目で、ねえー、2×3 だったら32が6点5点の、ね、ひょっとしたら減点があるかもしれない5点だったら、ねえー、その年5点多く取ってれば合格してるっていう方なんていっぱいいらっしゃいますから、まあ、したがってその、ねえー、中身ももちろん大切ですけど見た目もやっぱり気をつけていただければなっていうふうに思いますね。 でまあ、せっかく見た目の話申し上げてますんで、えー、ちょっといろいろ言っておきますけど、まあ、青で書いたほうがいいですか黒で書いたほうがいいですかってそれはもうどっちでもいいです経済学者が採点してますからそういうのはもう全然ど,どっちでもいいかなというふうふに思いますねでそれから、まあ、そ,れそれこそさっきの採点してた時にもありましたけどあの民法皆さんやられてますんでナンバリングされる方が結構多いんですよねでナンバリングは、ねまあ、別にしたからっつって限定にはなりませんけど、まあ、ただ結構経済学者からしたら違和感感じんですよね。 私も大学大学院と勉強してまして、まあ、大学院でも論文結構書きましたけどもナンンバリングっっていいいううそういった文化が経済学にはないんですよですので、まあ、ナンバリングしない方がまあどっちかっていうといいのかなとあれって結構思ってしまう経済学者いるのかなと、まあ、だからって言って減点にはなりませんけどねだからって言ってそんなつまんないところで減点にはしませんけど、まあ、ちょっとナンバリングってちょっと違和感は持たれる可能性があるかなというふうに思いますねでそれからね。 採点者の方ですけど高齢の方が結構多かったりあるいは学者の方って基本的に目が悪かったりしますんで、まあ、特に女性の方なんですけど字が薄い方とかねやっぱりちょっと不利かなというふうに思いますのでなるべく大きくそして字は濃く書いていただいた方が伝わるかなというふうに思いますね。 ですから見た目にも、ねえー、配慮していただくっていうことが大切かなといいううふうに思いますねでそれからちょっと最後に中身のお話をさせていただきますけどやっぱり経済学ってさっきも申し上げましたように図、式、文章とグラフをしっかりと書くと。 そして数式を書くとそして文章も必要だということでその3つを、ね、バランスよく答案に入れていくということが必要だと思うんですよね。ですからその全く、ね、グラフとか数式が不要のそういった問題も中にはあったりするんですけども、まあ、しかしながら多くの問題で、ね、やっぱりグラフが必要だったり。 あるいは、一方で数式が必要な場合もありますのでそういった場合はね、ぜひやっぱり入れていただければと思いますね。やっぱりグラフが入ってないと説得力に欠けるというところが出てきますので、まあ、やっぱり説得力のある答案分かりやすい答案分かってるぞという答案ですねそれを書いていただくにはやっぱりね、グラフを書いていただくということが必要かなとうう思いますのでバランスよく。 文章だけじゃなくてグラフと数式も入れていくと、まあ、もちろん数式が不要な、ね、そういった問題ももちろんありますけども、まあ、これは入れた方がいいかなという場合はぜひ入れていただくということがあ入れていただいた方がいいかなというふうに思いますね、まあ、私の方からはです、ねまあ、経済学ということで、まあ、学習法ですね、まあ、それほど難しい問題が、まあ、最近では問われてないかなというふうに思いますので、まあ、基本的な問題 基礎事項それを重視していただくということがまず必要かなとでその際にやっぱりインプットですね、まあ、効果圏なんかを使っていただいてそして重要度のランクですねそんなのを参考に強弱つけて勉強していただくとでアウトプットは本番さながらの状況をイメージしていただいてですねそして練習するとやっぱり練習こそ本番のつもりでやっていただきたいんですよね 練習の段階で本番のつもりでやってない方ってやっぱり本番でボロが出ると思うんですよね。練習の段階でしっかりと本番のつもりでまあ素振りをするっていうね、えー、ことなのかなというふうに思いますので、ぜひ、えー、しっかりと練習ですねあの本番を意識して練習していただければなというふうに思っております、えー。それでは私の方からは以上とさせていただきます。どうもお疲れ様でした。どうもこんにちは。 レクセンに講師の豊川です。すみません、<laughs> さっきはちょっと講義やっててちょっと声がかすれてますけど、あの一生懸命喋りますんでよろしくお願いいたします。で、先ほど森田講師の方から冒頭ですね。あのまあ、科目別合格の導入ちょっとね。当面ちょっとあの導入されないのかな？って話があったんですけど、ちょっとですね。あの、今年の本試験論文本試験のデータなんですけど、おそらくは私が見たところ。ではね。国交省は気を良くしてるんだろうと思うんですよ。 でどういうういいことかとかちょっとデータを、ね、申し上げておきたいんですけども、えー、と平成25年ですね、えーと、4年前です、担当受験者一時の、ね、担当受験者が1827名だったんですけども、えー、その後ですねどんどん減り続けましてで2年前の平成27年にはなんと一時の担当受験者が1500名を切っちゃって。 で, 1, 名まで落ち込んでるんででるすよ、ね、でこの年の6月の担当の合格発表の時にですね国交省が、まあ、相当危機感を覚えたんでしょう次のような、ね、あの発表ですねいわゆる短期合格を可能とする試験問題の見直しっていうのをやりましたでそれ以降この試験どんなふうになったかっていいますと、えー、平成28年 去年ですね、担当受験者がちょっと盛り返しましたね、1568名、ね、また1500人台に戻った、でさらには、今年平成29年は、1613名にまで、ね、こうやって回復してるんですよ。で、国交省としてはとりあえず、担当受験生は回復しつつあるなとで、さらにですね、今年の論文の結果ですね。 合格者は全体で106名だったんですけども特筆すべきはね合格者の平均年齢が思いっきり下がってるんですよ要するに若返りが進んでるんですね。で,歳でここ5年間ですね直近5年間の論文合格者の平均年齢を見ると34.72歳。 だったのか今年は三十二点八思いっきり下がってるでもうちょっと申し上げますとこれも国交省が発表してるんですけれども三十歳未満の方たちの占める占有率なんですねこれがあごめんなさい三十えっ、ー、と三十歳未満の方たちの合格率です失礼し,しました合格率ですけれども三十二点八パーセントまで上がってるんですよ要するに三人に一人は二十代ってこと。 だから合格者が思いっきり若返ってる。で、さっきも言いましたけれども、担当受験生がまたね、戻ってきた。で、合格者も若返ってる。これはもう、国交省にしてみれば、もうしてやったりって感じじゃないですか。だから、改めて、ね。あの科目別合格なんていうね。めんどくさいもの。導入する必要はなかったのかなというふうに私は見てます。当然、科目別合格っていうのを導入すれば。一人一人の受験生ごとに。 ね、国交省は見なきゃいけないわけですよ、この人は何年にどの科目を受かっている、ね、当然、事務量増えます、当然国交省にしてみればやりたくないに決まっている、ね、でそこに来て、こうやって担当受験生も回復し合格者の平均年齢も思いっきり下がっているで今、鑑定士業界、ね、全体皆さんご存知かと思いますけれども,もう全体的にもう高齢化しているんですよ、いわゆる20代、30代とかの若手の層が思いっきり少ない。 だから当然、国交省としては若い合格者も出したいそこにきて今回のような結果ですよだから、おそらくこの傾向で、ね、来年以降も進むのかなとそうするとちょっと科目別合格ね期待された方も多くいらっしゃるかと思うんですけども、まあんまり当てにしないで、ねまあ、条件はみんな同じなんで、ね、とにかくちょっと気持ちを切り替えて勉強なさっていきましょういいです、ね、で続いてまあ私の担当しているまあ民法なんですけども あのそうですねさっきも言いましたけども平成27年に短期合格を可能とする試験問題の見直しっていうのを国交省が行って去年平成28年そして今年平成29年ここ直近2年間の民法の問題を見てていると相当変化してますで私いつも言ってますけどもあたかも大学の法学部の学部試験みたいな問題でもう単一の論点をポンポンと聞くような。 だからその論点の勉強さえやっていれば十分合格点がつくようなそんな問題になってきていますしたがって今年もですね民法の平均点非常に高かったですねこちら見ていきますと48.5ですかねこちらえと今年平成29年ですね非常にだから皆さんよくおできになったということですね民法が一番高いですね こちら見ていきますと点でした、ね、で今後の勉強のやり方なんですけども実はここ直近2年間の民法の問題ほとんどがレックから出している系民法に載ってるんですよですからぜひ公かけ民法に載っている重要度 WA とシングル A ですねこれさえやればとりあえず民法は OK ですよろしいですね それ以外やる必要はないであと今年にあのそうです、ね、今年1問目2問目ともに見られたんですけどいわゆる条文の当てはめ問題が出てますねでこれについても論点を勉強するときにちょっと気をつけてその条文の関連する条文の要件を見ていくようにすればとりあえず OK です。いいですねで。あとちょっと今年の問題なんですけども。 こち,らね、ちょっとこちらの,あの解説誌をちょっと開けてほしいんですけど民法の、えー、と2問目でしたねちょっとこちらねよいしょ、えー、と7ページです7ページ開けていただきますと問題2ね2問目の説問1でこれ。 110条です民法110条を当てはめるだけの、ね、本当にも条文操作を聞く問題が出たんですけどもこれについてはねちょっと回答例見ていただきたいんですけども回答例の、えー、と10ページ、ね、この解説書の10ページ見ていただきますと、ね、この問題2の回答例上がってますけどもこれねこれ要件ですねこちらこんな形で。 えっと三つ百十条の表見代理が成立するための要件三つねまず丸一の基本代理権の存在で丸二の代理人の権限一冊行為そして三番目の相手方の債務返すってことでこれは基本的に皆さん頭に入れといて欲しかったんですよこれはもう普段の勉強で頭に入れといて欲しかったんだけどだけどじゃあこの要件三つが頭に入っていなかったら この条文当てはめ問題全く書けなかったかというとそうじゃないですで今の本試験ですけども必ず1問目2問目ともに試験委員が条文載っけてくれてますで8ページ開けてください8ページの一番上にこの110条ねこれ聞いてる110条表見代理の規定が上がってるんだけどちょっといきますよ。 全条,、ね、条本文の規定は代理人がその権限まずこれ1組の要件ですねさっき回答例で見た一の基本代理権の存在でしたいいですねで 2, え2つ目の要件が権限逸脱行為これも見ていただくと右横「外の行為」上がってますね条文の要件これね 条文見たら当然上がってんですよ。で、3番目の要件何でした相手方の善意無可失ね。これは、これですよ。真ずべき。ね、善意。で、正当な理由、無可とってことは、要件、ね、その本試験の時にね、ちょっと忘れてても、条文をヒントにして、要件を導くことは可能です。いいですね。で、来年も、 今年みたいなこういう条文を当てはめるだけの問題が出た場合、ね、こういう版については、頭にねその条文の要件が上がっていれば、必ず1番、2番、3番って形で答案に書いてください。もし忘れてれば、今ご覧いただいたように、条文からその要件を引っ張って答案で書いてください。でその場合、多少間違えても大きな減点はないと思う。むしろきちんと条文をね立てて、 当てはめをしようというそういう法解釈の姿勢を示している方がおそらく試験員は評価すると思いますからいいですねですから整理すると、ねまあ、基本論点これから、ね、来年以降ですけども基本論点しか出てこないから高架県民法の WA とシングル A をやっていただければいいよあと条文の当てはめ問題についても普段から条文を、ね、注意して読むで仮に忘れても本番の時に条文から要件引っ張ればいいよ そういういことになりますであとねこの特にこの公掛け民法の使い方さっきちょっと森田講師も、ね、経済学でちょっと話されてたんですけども用意してきました <laughs> でこの公掛け民法なんですけども一応論点が全部で185個上がってますけど全部をやる必要はさらさらないで重要度が高いダブル A とシングル A だけやれば OK です。 B と C はカットして全然構いませんやらなくていい、ね、B ランク C ランクは仮に出ても論文合格者ですらもきちんと書けませんこれ今までのデータから全部分かってるんですよだから WA とシングル A だけやればいいでやり方なんだけど例えばねどうしようかなうんとねちょっとこれいこうかな例えば これ96条3項の第三者ということで、ね、これいわゆる詐欺ですね詐欺のとこなんですけども論点が3つあった、ね、ちょっとこれ印をつけるとこちね1つ目ねで2つ目ねで裏のページいくと 3つ目いいですね今私この16番「96条3項」詐欺のとこね第三者このタイトルのとこ見たんだけど論点3つあったまずこれれを頭に入れるんですよイメージで「96条3項」ときたら「論点3つ」だったねこうやって数字でイメージとして頭に入れとけば、ね、この「96条3項」が本番で取られたきに確かなんか3つあったよな 一つ目これだな二つ目これだな思い出せますからそうやってイメージで論点を押さえておくであとはちょっとピンクのマーカー今回いろいろね孤独用意してるんですよ、ね、声はガラガラだけど一生懸命喋る気いっぱいなんでで、これねちょっと見てくださいね使い方なんだけどもね一応レックではねもう厳しくこうやってちょっとお聞きしますよ問題定規規範、定律そして 当てはめってことで、いわゆるこれ三段論法でしたね。三段論法でね、こうやって論証を書くんですよってことを教えしてるんだけど、ね、これを言うと皆さんね、じゃあこの三段論法の順番で全部これ頭入れるんですかってことをね、聞いてくる方がいらっしゃる。そんな必要全くない。で、このまず一個目の論点なんだけども、これね、私ちょっと左利きなんでちょっとごめんなさいね。 問題提起のところに印をつけるこれは絶対書くからですねで次に結論の部分ですねこれ規範定義ですねここに印をつけるこれも絶対書くからいいでしょ問題提起と結論でさらには必ず理由も書きますこれは法解釈の基本です 解釈をを展開したら理由を述べる、ね、あと理由ですよこここんな要領で「覚えるべき箇所はいいですか問題提起と結論と理由だけでいい」で間違ってほしくないのは三段論法の最後の当てはめこれは覚えるところじゃないんですよ なんでかというと、この当てはめ部分っていうのは当然事例が変われば当てはめの結論も変わりますから。これは覚えるべきか値はない。だから皆さんが覚えるべきは、それぞれの論点の問題提起と結論と理由付けの3箇所だけです。で、同じ要領でとにかく全部印つけてみてください。あとはそこを覚えるだけなんですよ。問題提起 結論そして理由の3箇所だけこれを猛スピードでやってみて特に年末ねさっき言ったように1 8十個個全部の論点やる必要ないですからダブル A とシングル A だけでいいでしかもその中でも必ず皆さんが答案で書かなきゃいけない何回も言うけどね問題提起と結論と理由だけでいいんですよ印つけてあとはもう猛スピードで読んで頭に出ていくるんですよそうすればとりあえず皆さんが答案ね 作成するときに使う知識も入るじゃないですか。これで基本勉強終わりですよ。あとは他の科目もっと言うと鑑定量やってください。ね、やっぱり論文を受かった形見てると、やっぱ鑑定量は絶対の自信持ってる。ね、だから当然鑑定量皆さんしっかり仕上げてほしいんですね。その上で、残り教養3科目。ね、その3科目のうち、何科目か仕上げたところで大体受かっていくっていうのは大体毎年のパターンみたいですね。 ですから、ね、民法について当然時間はかけてほしいけどいたずらに時間はかけすぎない今お話したように何回も言いますけどねね覚えて,帰ってください、ね、問題提起、結論、理由これだけをそれぞれマークして覚えるいいですねこれだけであとそうですね,、うんとねまあ、さっきも言いましたけど今年はかなり、ね、合格者あの若返ってますでうちからも、ね、あの担当論文一発で受かった方が何人も出てるんですよ。 うち1人は大学在学在に受かった方ですでその方の,あの実際当連で書いた答案私あのちょっと見たりしたんですけど骨組みだけです特に民法なんか今私がお話した問題提起と結論と理由しか書いてないもちろん最後の当てはちょこっと書くけどだから本当にね皆さんも今年もしねちょっと自分書きすぎたかなっていうそういう思いがある方は ちょっともう1回書き方を検証してみてください。当然、国交省これからも短期合格者、ね、当然出したに決まっているから、ね、そんな知識量を問うような問題出してこないはずだから本当に自分が骨組みを抑えているのかどうかこれをしっかりと、ね、あの意識した勉強を心がけてくださいで民法について申しますと、ね、さっきちょっと森さ、ね、森田さんそ経済学の観点から話されているんだけど民法の場合必ずナンバーリングはやってください。基本です ね、横一横に縦一縦2とかこれはもう法律の文書の基本なんで、ね、また開業もやるいいですねこういう形式面整えるだけでね印象点が一点違ってくるからいいですねこれはもう法律の当番の特徴いいですねこんな形でであとねそうだなあともう一点ちょっとねお話ししておきたいのがあの毎年あの 私で、ね、皆さんの答案を採点してんだけどあの年明けの論文実践答練あたりだとね書けたような論点が直前の的中とかあるいは公開模試になるといきなり書けなくなる方が結構いらっしゃるそれ何でかっていうと年明けの論文実践の時ってまだ1科目とか2科目ぐらいで済むでしょでも直前は4科目やんなきゃいけないすると追いつかない。でその時に皆さん、ね、ぜひ あの一回、事前に、山を作ってください。特に、皆さんの中でね、まこれから勉強を始めたよ、よまだね、小学生という方はともかくとして。ある程度勉強をやってきたよって方はね。八月の本試験に照準を合わせてはダメですよ、絶対。知りけともなるから。だから、その八月のちょっと前。まあ、できれば、七月の公開模試ぐらいまでに。全部、一通りの勉強を終えること。 で当然やり残しが出るで、それを残りの本試験までの間に補うという形で、ね、やっぱりね、4科目大変ですよ、これがある意味、不動産鑑定士試験の難しさの一つでもあるかと思う直前4科目やらなきゃいけないものすごい負担だと思うだからその辺はぜひうまくご自分でね、戦略を考えて、ね、やっていってください、ね、じゃあ、一応ね、私の話、本当に汚い話で恐縮ですけれども一応、以上といたします。ありがとうございました はい、えー、では、えー、本日まあ私の方で最後になりますあの普段私あのレック専任講師として、えー、会計学の方を担当させていただいております、えー、高坂と申します本日はよろしくお願いいたしますで、えー、今日私の方からまあ20分程度で、えー、まあガイダンスですねお話をしたいんですがでうんちょっと今日 いくつか、まあ、事前に考えてきたんですが、あの私、普段会計学を担当しておりましてで、会計学のまず学習法について少しお話をしたいんですが、あの会計学は、あのもう私、毎回言ってるんですが、とりあえず定義だけ覚えてください、もうそれだけですねあの定義書けなかったら、多分先生、見ないぐらいに思ってください、定義を書けないということは、勉強してませんって暴露しているようなもんですから。 あの定義って一番最初に勉強するんで、それが書けてないということは、多分先生嫌がりますから、もうその時点で。それでアウトです、多分ですから、一応、一問一問、時間ないんであれなんですが、過去問、今年の問題を含めて見てもらったら分かるんですが、大体、証問って一番最後は定義書きなさいなんですよ。意味分かりますか要するになんで最初に定義書きなさいと言ってるのか、要するにそこのハードルクリアできてなかったらだめですよと言ってるわけですですからまあそれだけです もう一言、まず会計学定義です、であとは効果系ですね、先ほど来今出ておりますが、効果系会計学の重要度の高いところを少し覚えればいいです、まあ、それぐらいでいいです、でであとはです、ね、ちょっと私、試験の話をしたいんですが、あの実はいわゆる教養3科目というんですかね、経済と民法と会計、でこの3科目はあの試験の癖が出ます。 で試験員の癖が出るんですが実は私が担当している会計学はまあ例年です、まだ分かりませんあの正式に発表してないんですがおそらく例年通りでいくと会計学は2人とも試験員変わりますでもうちょっと言うと民法は変わりません経済学は1人変わりますで私、野球が好きなんで今、ちょうど日本シリーズですけどまあまあ別にどっちを応援しているというのはあるじゃないですかどうしても野球に例えるんですがピッチャーが分からないんですよ、会計学はピッチャーが分からないのに打ち方なんか教わったって意味ないですもん。 ですから会計学、私が受験生だったら勉強しません多分、勉強しないです、会計学は。っていうか、会計学やってる時間あるんだったら民法やりますよ、要するにもピッチャーが分かってる科目だけやっちゃいます、先に。ですから、民法は2人とも,もう試験に多分ぶ交代しないですから、おそらく今年と同じような傾向で出してくるんでしょうから、あの学者って癖があるんですよ、でその癖を見抜いたであで、あの打ち方というものを考えないといけないので、会計学は来年2人とも交代する予定ですから、どんなピッチャーが出てくるか分かりません。 今から打ち方とかやって,てもあの、全然あの、なんだこのピッチャーはという人いますから、あまりこんなこと言うとあれ、まあ、大学の先生なんで、いろんな癖を持っているそうすると、経済学は一人交代するはずですから、そうすると、まあ、そうですね、うんうん、まあま、一あ人分、あの私だったら多分、民法やりますよ、今だったら、来年、試験員がはっきりしているで、あと、試験員はそういうことです、ですから経済、私が担当している会計学は、ほとんど、私が受験生だったら、会計学はもう定義だけです。終わり。 さよならって感じで定義だけです。で、一応、試験員は2月の頭にはおそらく発表されます、1月の終わりから2月の頭ですね、ですから2月の頭から試験がおそらく8月ですから、半年ぐらいありますので、もうそこでもう一気にスパートかけても会計学ですね、ですから、試験員が分かってから会計学をやっていくという形になるだろうと思います。ですから、教養参加目っていうのは、試験員のどうしてもカラーが出ちゃいますから、ですから試験員のカラーが出る前に、ああなことやっても、とりあえず今、腕立てと腹筋だけやればいいです。 あの打ち方とかです、ね、内角低めはどう打つかとか、うん、投げてくれば分かりませんの、ね、ですからあの腕立てと腹筋とランニングだけもう一生懸命基礎体力だけつけといてくださいもうそれが定義ですから定義だけしっかりかけるようにしておけば、まあ、まあそれでいいかなという感じですねであと、トレはあの私がちょっと今日収録あるのでまあ言うのはあるんですけど、まあまあえー、私の解説を見てからトレンを受けてもいいですから、まあ、前後しちゃいますけどね。 まあまあこういう問題出るんだろうなというぐらいでまあその後と答弁書いていただいても構いません。ですからあのまあまあ本来は一応まあえまあ解説を見る前に答弁を出してまあ添削を受けていただきたいんですがまあちょっと無理であればまあ別にあの解説を見た後に別にあの本試験8月ですからね8月にピ,クもピークを持っていけばいいわけですからまあ別に答弁の,の受け方は自由ですからまあまあ別に先生の解説を見た後解答例を真似しながら解答例書いてもらってもいいです。別にそれはもう本人の自由ですからね。で、えー 試験分かりません。であとうんそうです、ね、鑑定評価理論、私が別に何もコメントすることはないんですが、鑑定評価理論はやっぱり核になる科目なんで、毎日やらなきゃいけないだろうなと思います、で私はあの不動産家庭誌の講師として、今、ここに立たせていただいているんですが、普段は実はあの公務員試験というのを主にやっています、で公務員試験とあと、えー、中小企業診断士なんていう試験もやってるんですが、試験って大体そうです、あのメイン科目ってあるんですよ。 でこのメイン科目をどう潰すか、なんですで私は大学,生、まあ、若いです大学生、私はラスボスだと言っているんですけども、要するに官邸評価理論がラスボスなんですよで、こいつを倒さない限り、多分皆さんの勝利はないんでしょうから、そうなってくると、官邸評価理論が一番最後に控えているわけですよ、ねで。これはもうかかってるわけですから要すら要をどうやって倒すか でこれが倒れない、倒れないって言ってみんな、まあ、いろいろ愚痴を言ったら、先生、覚えたそばから忘れちゃうよって、結局、暗記ができない、もう皆さんのコメント分かります、暗記ができない、暗記ができないということなんですがただ、できないって言っても、してくださいとしかこちらも言えないですけど、もう覚えてくださいというかであの。 おそらくこの試験って、特に最近の傾向を見てみるとそうなんですが、あの短期で受かっている人います、で先ほど豊川講師の方からもごがあったので、あまり個人的な話を言っているのか分かりませんが、明治大学なんですかね、女の子がなんかで現役で受かっています、一発で受かっているんですが、あの大体過去、うん、レックから、まあ、卒業というか、レックを卒業して受かっている人は若いです、あの一発で受かっている人は、大学生です、大学生で受かっていますで、大学生で受かっているんですがで、その人たちは鑑定評価には何にも分からないですよ、当たり前ですが。ていうか、まあ、大学生ですから。 でも受かってます、一発で。うーんということで、まあ、結局もう単純に暗記です、ですから暗記で割り切った人間が多分勝つんだろうなと思いますので,で、そこをなぜって考えると、多分泥の上にゃって違う可能性ありますから、あの多分長くかかる人で、なぜっていう方向にシフトかけすぎなんですよ、あのなぜは多分受かったあとでいいんだろうと思います、でちなみに私、はちょっと個人的な話も少しお話をしたんですが、税理士試験を受かってます。 税理士試験って5科目ななんでですすねただじゃいよ税理士って言ったら私、捕まっちゃいます、ね、あれあれあれあので実務経験ないものですから一応、試験は受かってるんですがであの税理士って60でもひよこって言われちゃうんですよ全然、税金のことなんて受かった後です、覚えるの。 ですから受験勉強なんてもうほとんど入り口だけですから、ですから受かった後を覚えるんだっていうふうに、まあ私もちらっとだけちょっと事務所とか言いたことあるんですが、多分不動産業界もそうなんじゃないですか。鑑定評価理論っていうのはもう入り口の部分だけですから、受かってから実務でいろいろ覚えてくださいね。だからその受かる前に、もうとりあえずもう単純に覚えてください。で、この試験多分見てみると、なぜよりも単純に案件、もう記憶力の勝負になっちゃいますんで、ですからもうとりあえず重要な項目だけ覚えればいいということなんで、多分大学生でも受かっちゃうんですよ。ですから大学生は多分何も考えてないですから、まあいい意味ですよ。いい意味で何も考えて ですそうなってくるとただ先生が言われたとおりもう、まあ、ある意味素直っちゃ素直なんです、ね、もう素直に先生が「マークをつけてください」って「マークーつけてえー、えーと」えー、と「覚えて,覚えて終わりです」で受かっちゃうんですで受からない人っていうのは多分何でもかかっちゃうん完全にベクトル変な方向向向いてますから。 あのたまにあのレクでもまあ受講生から質問があるんですがどうしてそこを気にするかなというこれはあの会計士公認会計士さんだとか税理士さんだとかそういう人たちが気にするような内容を気にしちゃっている受験生がいますのでそれ皆さんと関係ないんですけどっていうそれはだって皆さん、ベクトルが全然違う方向を向いていますからですからあのもう1回、今回でリセットした方がいいと思いますですからどうしても長くかかっちゃう人っていうのはあの向いている方向が違っていますか,らですからもっと単純に考えちゃってえ覚えれば終わり。 ただ覚える分量が多いと言って、まあ、確かに大変なんですがであの覚え方もあるんですけれども私は実は今週末に、まあ、東京の中学校で数学を教えている,、ねうんまあままあ、るんですがあの基礎クラスと発展クラスで両方あるんですよで私基礎クラスを担当しているんで,、うん、でも,ものすごく分かります発展クラスとの違いって授業態度あの発展クラスの人って手が動くんですよ先生言ってないのに。 基礎クラスって手動かないです。もう先生が一生懸命あの数学し習のうなこうに円を描いたり図を描いたりするのにも描いてくれないです。あの多分勉強できる人って手動きますよ。ですからあの記憶できない記憶できないと言ってる人は多分目で追っかけちゃってます。ですから目で追っかけると多分追っかけたそばからどん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 抜けてきますのであの手使わないと多分脳って動かないですから。 ただ、そうなると先生働いているのでどうしても電車の行き来しか勉強できないのでさすがにつり革捕まった状態で手は動かせないんですよ先生と言われちゃうとそれはまあ確かにつり革捕まった状況だと手は動かないんですけどただつり革捕まりながらの勉強というのはサブだと思っていたほうですからそこはあくまでもサブなんでやっぱうちに帰ってある程度手を動かしながら勉強するというやり方をやらない。のただそうするとうや先生かかか官邸評価理論閣閣僚僚がが多多くていいますけど ですから改革なんていうと皆さんに先ほど言いましたけど改革学で覚えてほしいのは定義ぐらいですもんそれぐらいは正確に覚えてくださいねと言ってるだけなんで別にあの「甲掛改革学」という、まあ、あるいは他の科目でもそうなんですけど教材ご存知の方多いかと思うんですが別にあれ一冊全部自分の書いてくださいと言ってるわけじゃないですけどねあ,あんな教材を一冊丸々書いてくれって言ってるんじゃなくて定義だけ書いてくださいねって言ってるだけですから。 ですから定義だけ正確に書いてください、まあ、あとはいいです、別に自己流表現でもいいんですが、ですから、定義、まあ、会計学なんですが、会計学はしっかり定義を書いてください、でおそらく経済学なんかなんどグラフをちゃんと書いてくださいねとかで、それぞれやっぱり、これ、カラーがあるんですね、鑑定試験って、ですから、4科目、あの鑑定評価例を含めると4科目なんで、バラバラになるんでしょうけども、もそれぞれあの講師の、まあ、言った通りというか、そのままもう指示に従って勉強すれば、あの短期で合格できる試験なんだろうとは思いますのでねで。ちなみにあの科目合格という話がちょっと 出ているんですが、私はあの税理士、まあ一応合格してるんですが、税理士って合格もなんですよ。で、ちょっと先の状況はわからないんですが、税理士って一回取ると永久資格です。ですから私も,もどっか行っちゃったんですが、またなんか症状かなんか来たんですよね。まあ、まあ、一応永久資格でど処か行ってると思うんですが、あの鑑定試験どうなるかわかりません、えー。まだ全然正式な発表はないんですが、ただ科目合格になるということは年数伸びますよ、普通は。あの考えていただきたいんですが、科目合格にするということは一科目一科目の分量格段に増えますからね。 ですから私が担担当当、まあ、ごめんななさいい私私ががじゃない私が、まあ、昔受かった税理士試験って、まあ、今は分かりませんけど受かるのに10年かかると言われたんですから5科目で5科目受かるのに税理士って10年かかるんですよとか1年かっというでも1年で受かっちゃう人もまあいるんですけれども鑑定士試験はどれくらいか分かりませんがあの科目合格にした方が年数伸びますよ。 確実に分量増えてしまいますから、ですからあのどうしても受験生が先生、これやらなくていいですか,か、まあ、そういう、まあ相談って言っていいのかあかりませんが、大体そういう相談もでやっぱり先生も気が優しいですから、やらなくていいですかて言うと、まあ、いいですよって言っちゃったりするんですけれども、これからはもし科目合格になったら、それ言えないですからあの、これもやってくださいと、もうはっきりもう厳しく、いや、もうやらなくていいですからダメですよ、やらなきゃだめですという話になっちゃいます、ね、あの明らかにやらなきゃいけない分量で増えちゃいますねで、すからあの、科目合格の方が多分、年数伸びますよ。 ですからまあいつから科目合格、まだ正式な発表はないので分かりませんけれども、もとりあえずまあ皆さんはそういうことはあまり考えない、科目合格をんあまり考えない方がいいんだろうと思います、もう来年、普通に受かっちゃった方がまが一番いいわけですから、まあ、来年、論文は4科目ということで、しっかり勉強して受かれば、あの今、11月ですからね、まあ、おそらく8月の頭にまあ試験あるんでしょうから、まあ,時間っりありますよ、ね、あの時間ないないという人もいますが、ありますよ、時間って。 あの時間でみんな平等ですから24時間ありますんで大丈夫ですあの働きながらでも受かってる人いますからね。 学生でも受かってるんですがあの時間ないという人はあの週間スケジュール立てておいてください絶対、どっかに穴が開いてますんでですから私、学生にも言ってるある公務員試験なく受ける学生にも言ってるんですがこれ今、11月に今これ、まあ、ガイダンスをやっているんですが本番の試験おそらく8月ですから週間スケジュールを立てていただいてで週間スケジュールを立てて朝、昼、晩ですねどういうふうにして勉強すればいいのかで私、いつも言ってるんですが献立てを作るイメージなんですねで私、今子供子供育ててるんですね、まあ、ちっちゃいんですが大変なんですがあの好き嫌い 言ってると成長しないんですよ。勉強も一緒です。 あのこれが嫌いとかで,で教養3科目ってどうしても好き嫌い出ちゃうんですよ、経済が好きとか民放が好きとかまあ会計が嫌いとか言われちゃうんですが好き嫌いとかどうでもいいですからあの皆さんの主観なんかどうでもいいですからね別にあの皆さんが好きだろうと嫌いだろうと関係ないですから試験というのはでそ,うそういう話じゃないのであの人生かけた試験ですからねあの好きも嫌いもないでしょという話になっちゃいますのでそう好き嫌いじゃなくて習慣スケジュールまあイメージとしては習慣、まあ、スケジュールのような形を作っていただいて。 バランスって大事なんですね栄養もそうです、バランスをよくです、ねえー、こん献立、まあ、を作るようなイメージになります、ただその時に鑑定評価理論って多分サプリメントですからこれもう毎日取らないとダメなんだめだと思いますんであので鑑定評価理論はとにかく毎日やったほうがいいだろうと思います、うん、多分やらないと忘れるんでしょうで、おそらくこれ、皆さんが働いた後一番多分使うっていうか、これぐらいしか使う科目ないのかもしれないんですが、働いてから一番使う科目ですから、とりあえず来年の8月に向けて鑑定評価理論はとにかくしっかりと勉強する。 これは一番大事だと思います。であとは残りの教養参加科目は試験が発表されているものですね。もそこはしっかりやっといた方がいいと思うんですが、うん、会計学は試験がまだ発表されていませんので、この辺はちょっとまだあの。 ちょっと会計学が2月ぐらいまで待ってください、あのちょっと正式に発表されるまでは、あのただ定義はもうしつこいですが、あの定義は絶対覚えてください、特に授業の中で、え例えばこれ、これ、こういう概念は大事ですよといった定義は、やっぱりかけなきゃだめです、うん、あの定義というのは、ただそれ以外のところは、あのほとんど勉強しなくていいと思います、あのそれを勉強する時間があるんだったら民法とかもうあの、試験員が交代しない科目をやっちゃった方がいいですから、で2月からはあの、さっき言った週間スケジュールでいうと、2月以降は、多分会計学の分量って増えてくるんですよ、試験が発表されます。 ですから、えー、それまでに民法と経済学はある程度片付けておかないと、えー、多分それ以降で会計学をやる時間が増えちゃいますね、ですからあの、その辺はもう8月、まだ正式に発表されてないんですが、8月に試験があるというのは、もうほぼほぼ既成事実になってますんで、そうするとそこにピークを持っていかなきゃいけないというのもはっきりしてるわけなんですね、そうすると残りの期間でも逆算していくと、何をしなきゃいけないかだんだん分かってきちゃいます、ですから、えー、とにかくまあ官邸評価出るはもう毎日やるということ、それから教養3科目でいうと、えー、そうですね、民法。民法が試験が ああ交代しないということでとにかく民法をしっかりやっていただきたいで経済は一人交代するということなんでまあちょっと微妙なんですが会計学はちょっと待ってください2月まで2月まで待っていただきたいというところですねはいまあそんなところですねあとは普段もとりあえずしっかりともう勉強するしかないかなと思いますあのあんまり余計なこと考える必要ないと思いますあの単純に勉強した方がで一応おそらくなんですがレックとしてもあの短期合格者もやっぱりいますいわゆる一発で受かった人たちももちろんいらっしゃいますので、えー、ホームページ ななんかかでも多分アップすするのかなと思いますい合格体験談というか、ですねであるいは先生との直接の対談のような形式でまたホームページとか,なんかでこうアップするというケースもあるかもしれませんのでちょっと一つ参考にしていただいてであの私もこの不動産家庭師の試験を担当してもうだいぶ経ちます、あの昔は二次試験とか三次試験と言ってたんですがその時代からずっと担当しているんですがあの一発で受かっている人って言っていること変わってないです、同じこと言っていますよ。 あも,うもう決まってるはずなんですよ、うん、一発で受かれる、だからもうやり方は決まっちゃってますので、どうやれば一発で受かれるのかあのう、ですから、まあ、ちょっと今回その、明治大学ですかね、まあ、学生さんで一発で受かった女の子がいるんですけども、たぶ同じこと、多分言えると思いますあの詳しい話はまだ聞いてないんですが、少しだけちょっと立ち話で話をした受かっただけなんですけどね、大体、まあ、そうだろうなっていう、まあ、予想通りの回答ですから、大、ま、体、あ、同じです、ですからその辺もしあの、えーまあ、画面上で、えー、ホームページ上でこう、もし合格体験談というものがアップされたら、あのそっちを見てください。 あの一発で受かった人の意見、ですねそっちに合わせた方がいいですから、でもちろんですね働きながら5年、10年とかけて受かった人もいます、で別にそれはそれで結構なんですが、5年、10年かけて受かるということは、多分自己流がかなり入ってますから。 ですから自己流入っちゃうということは皆さんに合わないという可能性がありますのでですからあの一発で受か人った人て自己流入らないんですよ。ですから自己流が入れませんのでもう要すするにもう学生さんですもう大体一発で受かる人って学生なんですよ。ほとんどですから学生さんでも大学に行きながら大学行ってサークルやってゼミもやってバイトもやっての合間に勉強するという感じですでそれでまあ受かってたりするわけなんでそうなってくると考えてください皆さんも大学時代あったかと思うんですが大学生だって結構忙しいっちゃ忙しいですよ。 あの大学生暇だってまあ確かに暇っちゃ暇なのかもしれませんが忙しいといえば結構忙しいですただ、それでも受かるというのは多分彼らはなぜ考えていないんです。よ なぜを考えないと言われた単純にその文言だけを覚えていっているだけだからどんどん,どんどん吸収していっちゃうんですねただそこで変なところでなぜというところに詰まっちゃうと多分そこで完全に止まっていっちゃいます。であのこれ一つ一つの学問って深いですよ本気でやっていたらあの会計学だって経済学だって民法だって一つ一つの経済学がノ,ブノブーベル賞まで制定されているような科目ですからこれは本気でやっていたら深いです。ですからそれが、たかだか一年弱の勉強でこの3科目に鑑定評価理論をくっつけてこれが一年弱の勉強で理解できるわけないんです。 で理解する必要もないんです。 皆さんに理解してくれなんて言ってないですもん、そもそも民法を理解してくれとか経済学を理解してくれなんていう話ではなくて覚えたか覚えてないかを確かめてるだけの試験ですからですから皆さんが多分将来使うのは鑑定評価理論だけが、まあ、多分皆さんのお仕事にとってまあ一番大事な科目なんでしょうからこれだけはとにかく毎日朝1時間あるいは夜1時間ノルマを決めていただいてしっかりと勉強を継続するということが、まあ、おそらく大事かと思いますんでね、まあ、それ以外の科目は、えー ちちょぼちょぼぼでいいいと思いますであの難しかったらもうやらないあのそういう表現はで確かに学者が考えた表現ですから皆さん一読して分からなかったら二読しても三読しても分からないケースありますので難しい表現は多分やらなくていいと思いますよ。よ、うん であの合格者ってもうき、まあ、聞いてもらうのが一番本当は早いんですがあのそんなにすごい答案書いてないんですよ別に馬鹿にしてるわけではないんですが書けるわけがないのであの本当にありきたりの本当普通の文章を書いているだけです、うん、それで受かっちゃってます,んでですからあので、まあ、皆さんもちょっとそっちの方向にベクトルを合わせていただいて、まあ、来年8月、ですねもう1回1からまあリセットする形でも十分間に合うはずですから、えー、間に合わせる形で学習時間確保していただいて、まあ、特に働いてる人はどうしても先生、時間ないですよとか言われちゃう時もあるんです。あのえー ただ、そこはもう働きながらということの受験勉強になりますのでねただ、1日それでも3時間ぐらいは確保できるかなとは思ってます朝1時間、お昼1時間夜1時間ぐらいは最低でも3時間ぐらいはなんとか確保できるのかなという,ふうに考えていますのでまあ3時間で週末、問題で週に2日ぐらいはお休みあるのかなと思いますので週に2日ぐらいはその場合6時間ですねあるいはまあ調子いいときは7時間ぐらい近くの図書館にいたりしてちょっとこうしっかりと勉強。 すするとということですね、まあ、そういったものを8月まで、まあ、続けていただければ大体合格できるめどの実力が、うん、多分、要請されると思いますので、ねまあ、そういった形でやっていただいて。であの、はい とにかく最後にもうそろそろちょっとこれでおしまいにしたいと思うんですがあの一発で受かっている人例年、レックでは、まあ、います、まあ、大体、まあ、そんなに数多くないんです、ね、で受かる試験だとは思いますしっかりやればですからあの、どうしても長くかかっちゃってる人いるのかなとは思うんですが長くかかっ,ちゃってる人っていうのはあのよく大体、記憶先生、俺記憶力がよくないんだよ俺子どもの頃からあ暗記が苦手なんだよとかっていう,うなんだかんだでいろいろ言われるんですけど多,分,それ全然多分,分析として違ってますからそうじゃないです。あの じゃあ受かってる人はみんなそんなにスーパー記憶力を持ってるかって多分全然違いますからですがそうではなくてあのそういうふうなあのエクスキューズは多分言わない方がいいですんですからもうとりあえず普通に勉強して合格をするというのが多分一番あの分かりやすいルートで合格にたどり着くんだろうと思いますんでねまあ社会人の方はいろいろこれから年末年始先生、そういうけどもいろいろ付き合いもあるしさとかまあ言われちゃうんでしょうけれどもまあとりあえずしっかりと学習時間は確保していただいて覚えるもうとりあえずもう覚えてください。 暗記ですあんまりなぜというのは考えない方がいいんだろうと思いますので、まあ、なぜ受かったと考えていただいて、まあ、ゆっくりですね。まあ、あの特に重要な、まあ 定義キーセンテンスとかまあ、そういったものがありますのでそこは正確に覚えていただいて経済学なんかだと多分グラフですかね、そういったところはしっかり、まあ、覚えていただければ、多分それで合格点につくと思います、ただ、あのおそらく最後のラスボスということで、鑑定評価理論、これがもう圧倒的に重要度高いはずですから、そこはしっかりと覚えていただいて、またこれは鑑定評価理論、ですねまあ、毎日毎日勉強されることになるかと思いますんでね、ねまあ、その辺も含めてしっかりと勉強していただければと思います。あの 短期で受かる人って多分自分が合格できるというイメージ持ってますよあのどうしても長年かかっちゃうと受からないというイメージ持っちゃうんですよ来年やっても受からないんじゃないかってで来年やっても受からないんじゃないかと思ってる人は確かに受からない可能性の方がやっが高くなりますですからあの来年やったら受かるんじゃないかなって多分学生の頃って多分そうですあのいい意味で楽観的ですから いい意味で楽観的に考えていただいて多分まあ来年はまあ合格できるはずなので、まあ、ある意味、いい意味で楽観的にちょっと考えていただいて、まあ、そういったイメージですね像をちょっと自分の中で頭の中で作っていただいてしっかり勉強していただければであの鑑定士試験、昔と違って30試験とかもうなくなりましたので、ね、受かったらあの比較的早めにも鑑定士として登録するまでの道のりだいぶ短くなりましたので多分もうこの試験が最後のハードル鑑定士になるためのもう最後の一番高いハードルになるはずですからしっかりとまあ来年ですね。2018年に向け で着実に法を進めていただければあのゴールまでは行くはずですからあの、まあ、言われた通りまり、あ、しっかりと共済の重要性が高いところそこだけをしっかりと勉強すればいいかなと思います、ね。でしっかかりとこの方も、えーまあ、8月ですからね あの一生勉強してくれって言ってませんので、8月までです。勉強するのだ。もとりあえず8月までは割り切っていただいて、まあしっかりとも勉強ですね。まあ勉強に集中していただければと思いますので、ね、頑張ってやっていただければと思います。はい。ということで、えー、一応今日はですね、えー、こちらの東京の方からはまあ3科目教養3科目ということで経済、民法、会計会計学ですね、えー、の順番でお話をさせていただきました。で、えー、もちろん皆さん来年の受験2018年の受験を考えているかと思いますけどね、しっかりと、ね、合格できるまあそういったようなイメージを持ちな。 ながらこの後計画も週,週間スケジュールみたいな形ですね、その合格できるイメージに向けてスケジュールを立てていただいてバランスよく勉強するということですね、そうすると意外と終わってみるとあっさり終わっちゃったかなという感じで受け止めていただけるのかなと思いますので頑張っていただければと思います。はい、ということで一応、今回のガイダンスについては時間が来ましたのでここまでということにしておきたいと思います。どうもお疲れ様でした。